ナヤハシまんじゅうナヤハシまんじゅうは愛知県名古屋市のメーカー。名古屋の土産菓子の定番として、駅売り店や百貨店などで幅広く売られている。酒まんじゅうで皮には一切の砂糖を加えないのが特徴。皮は種母と麹にもち米を合わせて小麦粉で練り上げて自然発酵させる。保存料などを使用していないのですぐ硬くなるが、蒸し直せば旨味が増す。 揚げたり炙り焼きにしてもよい。1886年、三重県桑名郡の出身で、米運搬の先導をしていた、三輪の伊三郎が、那谷橋のそばに、伊勢屋を、創業、饅頭を売り始めた。1913年に、那谷橋の掛け替え工事が完成し、夫婦が三代いる者により渡り染めが行われることになったが、伊勢屋の天守家族に、白羽の矢が立った。それを機に、 伊勢谷は、ナヤハシマンジュに野号を改めた。現在、本家と文家二店により製造、販売されている。各店とも、義母子をかたどったロゴマークを設定している。ナヤハシマンジュの本家本元。創業以来、名古屋市中村区名駅に店を構える。2007年に消費期限内に売れ残った商品から、案を取り出して、再加熱し、 再び使い回していたことが発覚した。2007年末に、那ヤ橋のそばに位置した、店舗、工場建物は解体され、広工事通りの柳橋交差点近くに店舗を移転した。業績低迷などを理由に2016年末より休業中。1919年に本家で番頭を務めていた中島十一が、のれん分けをしてもらい、独立。 名古屋市中区大須の万象寺のそばで創業した。1997年、饅、ま、頭にトレハロースを混ぜることにより日持ちする製造法を確立した。また、ナヤハシ饅頭を揚げた揚げ万房を大須万象寺通店で販売。パイ生地で包んだパイマンを大須と名駅地下街、サンロードの直営店で販売している。本店の味を継承し、昔ながらのもっちり缶にこだわり。 手作りの製造を行っている。名古屋市東区の店舗と名古屋近郊のスーパーマーケットで取り扱っている。読売オンライン2007年11月9日。名谷橋まんじゅう本店が休業創業130年、再開目度たたず。中日新聞。 http://www.chunichi.co.jp/s/article/2017012590085759.html2017 スラッシュ年2月6日閲覧。朝日新聞名古屋本社発行版。第2経済面1998年9月10日。ありがとうございます。